こんにちは、かっちゃんです。皆さん、先日チャンネル登録者数が3000人いてました。ありがとうございます。なんかね、本当こんな、なんかめっちゃ凡人なんですけど、うち本当一般人なのに、すごい多くの皆さん見てくださって本当にありがとうございます。もっとね、いろいろ知っていけたらいいなって思うので、これからも応援よろしくお願いします。ということで、お祝い事といったらケーキですよ。ケーキといったらミルクレープ。ショートケーキね、苦手なんですよ。スポンジのところはなんかモサモサ。今日ね、ただのミルクレープじゃあんましくないんで、手軽に簡単に100層のミルクレープを作ろうと思います。はい、ということで、今日はミルクレープをね、生地から焼こうか迷ったんですけど、焼こうか迷ったよ。すごい焼こうか迷った。このクレープシートね、10枚で298円とかで売ってるんで、これを使っていこうと思います。で、100層にすると食べきれないので、あのこれをこうして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 こう重ねる。はい、はい、って感じで、じゃあこれで全部で30枚シートの方がありますね。30枚あるってことは5枚はいいんだよ。5枚抜いて1枚食べる。さあ、残りは何枚でしょう。結構美味しいな。はい、中に入れる生クリームを泡立てていこうと思います。お城もちょっと入れます。ティアー。はい、じゃあこんな感じで、ちょっとね、固めにホイップしたので、これを塗っていきたいと思います。うめー。これね、25回もやるとか信じられんわ。地道だな、これ。ミルクレープってさ、日本発祥のケーキなんだってね。そうなんや。今こんな感じで、おお、25層できたので、これを半分に切って、半分に切ってトントントンで、よし、切れるかな。3m。ちょ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 、ご立派ご立派。しくったしくった。ここの間にクリーム塗らないかな。これできますか、みんな。私、中指が骨が通ってないくらい柔らかいんですよ。見て、これちょっとなんか色、おお、危ない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 。おかん、おかん、助けて。じゃあこんな感じでできたので、トッピングしていきたいと思います。これチョコシロ、チョコシロかけようか。はい、じゃあこんな感じにできました。早速食べてみます。ちょちょちょ、やばいやばい、こんな、ちょっと待って、お、やばいやばいやばい、ちょっと、ここにこうやって割り箸刺したらいいんじゃない。ほら、あ、パスタぶっ刺したらって書いてあるやん。うん、めっちゃ美味しい。ここを、そうそう、そのままいって、うわー、すごい、めっちゃ美味しいです。アレンね、これミルクレープ狙いすぎ。俺にミルクレープよこせ。おい、俺にミルクレープよこせや。おい、こら、これはケバブみたいな感じだな。これカロリー、何カロリーくらいあるかな。これは今10分の1くらい食べましたけども、かなりお腹いっぱいですね。おーおーおーおお。はい、ということで、じゃあ今日はこちらの100層のミルクレープの紹介でした。皆さん、本当にチャンネル登録3000人ありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。ということで、皆さんもよかったらぜひ作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。じゃあねー。 Is there eat for my? どういう意味。そこはあなた。 I'm here, my home。 パソコンの方は下のリンクから、携帯スマホの方は下のチャンネル登録ボタンから。チャンネル登録よろしくです。